はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、メルペイのキャンペーン後払い設定方法や口座設定を解説ということで、前回動画でもお伝えした現在開催中のメルペイのキャンペーンで、今回は後払いの設定方法や、あと注意点などもお伝えしていこうかなと思っております。それではまず早速後払いの設定方法からお伝えしていこうと思うんですけども、まずここのお店で後払いを設定をするをタップ、そして下の設定するを始めるをタップ、でまた下の上記の利用目的で申し込むをタップ、そしたら利用上限金額が表示されますので、ここで利用限度額を調節できるみたいなので調節してみてください。これは後ほど変更もできます。で、僕の利用限度額は後ほどお伝えいたします。で、そして設定できたらこの金額で始めるをタップ、そしたらメルペイで後払いの設定がこれで完了したということになります。で、早速なんですけども、ここで秘宝その1ですね。まあご覧の通りですね、利用限度額がなんと僕1000円なんですよねで、これを設定変更するところがあるので、一応確認しても1000円なんですよね。なので僕のメルペイのキャンペーンはまあここで終了のお知らせとなりそうですね。ということで、まあそういうのは置いといてですね、まあ一応ヘルプページを確認したら、ここにもある通りですね、ご利用の都度取引情報、利用状況などから審査させていただきます。必ずしも上限金額までのご利用を保証するものではありませんと出ているので、まあ確かに僕も最近メルカリを使う頻度が少なかったので、多分そこが関連してるのかなっていうふうに思いました。まあそれにしても1000円はちょっとガチで悲しいですね。次にメルペイの後払いの流れなんですけども、1位メルカリやメルペイが使えるお店でのお支払い設定をメルペイ後払いにして設定して決済、2翌月1日にご利用明細が通知されるので精算方法を選択、3翌月1日から末日までのお好きなタイミングでご精算ということで、一応ここに後払いのご利用イメージも出てますね。例えばキャンペーンに参加して6月を後払い設定した状態でお買い物した6月30日が締め日になってますよということですね。で、支払い期間がそこから約1ヶ月間の間、好きなタイミングで精算が可能となっています。なので6月でお買い物をしたら7月31日までとなっています。で、例えば口座振り替えのスケジュールについてなんですけども、実際に口座を設定していつ引き落とされるのかということなんですけども、こちらですね、ここにも記載があるように、ご利用月の翌月10日が振り替え申請締め日のため、9日までに口座振り替えの設定をしてください。ご利用月の翌月27日に登録した銀行口座から自動的に引き落としされますということなので、まあキャンペーンの期間の6月に使用したら翌月の10日が締め日なので、まあ7月の10日が締め日というふうになりますね。そして引き落としがご利用月の翌月27日なので、実際に今回のキャンペーンで使って口座から引き落としされるのは7月の27日27日に自動引き落としされる流れになります。まあこれは何かメモかカレンダーとかに入れておいた方がいいのかなというふうに思います。で、まあ口座振り替えの設定方法もお伝えしていこうかなと思うんですけども、まあこれを設定しておかないと口座から引き落としされませんのでお気をつけください。ということで設定方法ですが、まずメルペイの画面を開いたら後払い履歴を開きます。で、そこから支払い方法を選択して、支払い方法選択画面にて、この口座振り替えというのを選択します。で、ここで口座情報とか氏名とか入力をして登録を選択します。で、あとはここで銀行のブラウザページが開きますので、そこで銀行のページで情報を入力して口座振り替えの認証を行うと。銀行のページで認証完了した後にメルペイ後払いのページに戻るので、それを選択したら登録完了ということなんですが、ここでですね、もう秘宝その2なんですけど、まあここまで聞いてもらって申し訳ないんですが、画像の上の方を見てもらったらわかるんですけども、口座振り替え手続き中のため今月のお支払いはコンビニスラッシュ ATM 払いをご利用くださいとのことでした。いや、もう設定した時間返してってなりましたね。まあなので、まあ反映されるまでちょっと時間がかかりそうだなということですね。で、最後に注意点なんですけども、まあ今回このメルペイの後払いについての注意点ということですね。まあざっとお二つで、18歳未満の方は使えないということと、あとキャンペーン期間中の後払いの手数料は今は無料なんですけども、7月以降は300円となっています。まあ、もしですね、詳細がまだ気になる方がいましたら、下の概要欄にメルペイの後払いについての公式リンクも貼っておきますので、ぜひそちらもご確認ください。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。メルペイの後払いについての設定や注意点をお伝えさせていただきました。意外とですね、後払いについて僕はあまりよく分かってなかったので、まあ、今回動画にまとめさせていただきました。あとそのご利用限度額が僕の場合は1000円しかないので、もうこれは全部セブンイレブンでお菓子にぶっ込もうかなというふうに思っております。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。